皆さんこんにちは、かちゃーんです。今回から助手をする、おなじみマリサだぜ。今回はスカイランドというところに行ってみたいと思います。それは一体、どこなんだぜ。その名の通り、天空にある島です。ああ、ラピュタのことか。でも、マイクラのあれはなんというか、しょぼいんだぜ。これはモッドなのでなかなかのクオリティということができます。今持ってるのが空の羽です。これを持って右クリック。神秘的な BGM と共に到着しました。スカイランド。これは、一体どうなったんだぜ。空の羽でスカイランドまで飛んできました。それでは少し見て回ってみましょうか。マップですね。形はエンドのようですが、ここは自然で溢れていますね。そうだな。ここには動物もいるしな。しかしあのすごい羽が飛べない鶏からドロップしたんだよな。どういう原理かはわかりません。てへぺろ。おお、ダイヤモンドか。いえ、これはスカイライト鉱石ですね。各種ツールが作れるそうです。あっちにもあるな。あんなん取ろうとしたら落ちるのがオチだよな。そうですね。うわぁ、近づきたくないんだぜ。サバイバルでやってたらビビってガン逃げしますね。ヘタレだもんなわらわら。ほっとけ。溶岩が垂れてるんだぜ。自分は花粉症で鼻水が垂れていますね。ティッシュが山積みです。え、あれ同じじゃなかったの。約 10% がそうであるということができます。ウプ主のことだから 99% だと思ってたぜわらわら。というどうでもいい汚い話を神秘で綺麗な背景でお送りしました。できればずっとここにいたいんだがそろそろ帰りたいんだぜ。じゃあ帰りますか。でもどうやって帰るんだぜ。パラグライダーでも使うんだぜ。飛びます？魂なんだぜ。ちょ、音がやばいんだぜ。これは、死ぬんだぜ。大丈夫です。下を見てください。たまたま海だから助かったんだぜ。ちなみに、便利なポータルがあります。なんだ、最初からそれを使うんだぜ。はい、というわけで今回はこの辺りで終わりにしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。ではでは。